この大きい会場をこうラララで一つにしたいなってなって、自分でそういう一つにできる歌なんだろうなって思って、乗れる歌もあるけどそうじゃないやり方で一つになる歌は何かって言ったらこの歌があったの。綺麗。なんで小野がラララ始まっちゃったの今。手を左右に振ってやってますって。小野がラララ始まっちゃったよ。いや僕はそのスーさんの曲ってやっぱどちらかというと哲学的だなと思っていて、すごく言葉に意味があって、それこそ意図があると思ってたんで、あのどっちかというと一緒に乗るっていうよりはその思いを受け止めて、ああこういう考え方があるんだって感銘を受ける方だと思ったんです。でもこのアンドビカミングでこの一緒になった時に、あこれずるいと思ってそれまで自分の哲学を展開しておいて、僕はこういう人間ですさらけ出した上で、じゃあ一つになろうよっていう、その懐の深さっていうか、これはもうたまらん。あの人評論家みたいになっちゃう。そうそう、ファンとしてたまらん。すごい見てんね。めちゃめちゃ見てくれてんの ね、 ね。なんかすごく俺が泣きそうだよ、嬉しくてね。そうなんですよ。だから感情をこの、今そうなんです、今ここ見てこれでもいいね。この時やっぱでも俺楽屋にいてわーっと思った。その出てる瞬間っていうのがずっとこうなんじゃなくて、ずっとその紡いできてると思うんですよね。思考のあの何て言うんでしょうね、こうずっと縫ってきてると思うんですよ、紡いできてるのに、それをここでほどけさすんですよ。なるほど。それをしてくれるっていうのがやっぱファン目線で見るとなんかすごくグッとくるんですよね。月とストーブのカップリングだったの、で月とストーブ、あ違う、あ月とストーブのカップリングなんだけど、この歌はさっき言ってた In My Space っていう歌があって、あの時はもうドスランプでなんか一緒ね、もうかけねえかけねえと思ってて、俺でもその曲が一番好きなんだよ、一番その中で、そのモヤモヤしてる中で、で時が経ち、なんかこう勝手に解消するっていう歌なの、In My Space って、そのスランプってもう待つしかないから、もう自分でもうそのまま生きていくしかないよっていう歌を作ったつもりで、ずっと生きてる中でこの歌を花坂を書くときにもうあっという間にかけたの、この花坂って。そういう曲であるのたまにね。そうでこれをパッと見たときに、その取材とかいろいろ受けてると、その前のインマイスペースとか聞いててくれた人がアンサーソングなんですかって言ってくれた、花坂は。その前は本当にスランプだったのに、ここはなんか評価したんですよねみたいなこと言われて、自分でも気づいてないけど多分評価したから影だったの、だからそんなことやってるうちになんかちょっと大きくなってきて、でライブで歌ったらこれがすごくこうなんていうの、好評だったし、そのライブを一つにまとめてくれる歌だってそこで気づいて、そこからね育ててもらってるお客さんに、そういう歌またなんかお前なんで俺噛み締めちゃってるね。噛み締めてるよもう。なんかいいこと聞きましたみたいな、なんかその多分いいワンフレーズをずっと言い続けると思うよこれ心の中で。なんでなんでなんで泣いてる。小野が泣いてる。大将店長、小野が泣いてる。しまはいもういいです。しまはいないでよ、あのイボイボでもいいですか、いちこでも。なくなっちゃったんですね。しまはいないんだよ。もういちこ飲めよ。じゃあいちこ飲みますもん。なんで泣いてんだよ。いや花坂はね、花坂はもうほんと珍しくそのストレートな思いをその詩の中でも語っていただいてて、なんでこの心境にその達したのかっていうのは僕も聞きたかったんですよ。なるほどね。